マジで履きやすい。一番間違いのないものを俺は選んだだけです。なるほど。ここでスイッチ。くだやばっ。あったかい。やってまいりました、ダンロップ。おはようございます。はいはいはい。おはようございます。ちょっとやめてくんな。おはよう。え、あのダンロップの撮影ということで、YouTube でも密着させていただきます。ダンロップといえば俺だろ。ですね。どう考えても。そのイメージあるっす。俺だってダンロップ履いてサンフランシスコまで行った。やっぱりの。予定は未定だ。もう船だ。早速、ありがとうございます。さあ、これでしょ。やっぱりすごいです。あれこの色いいな。これいや、え、かわいい。みんななんでこれじゃないのか俺不思議なぐらい。え、これ西森さんが選んだんですか。選んだ。選んだ。可愛いですね。これも今日。ほらね。これもいいっすよね。シャレを。いや本当にあのここの小競り合い俺結構好きだ。あのかぶせてきたやつだ。変わらずかぶせてきたのに。本当にいいわけないじゃん。だけど。あ、スナさんこれかっこいい。これいいっすよね。大丈夫。これでしょ。ちょっとずるかったっす。まだ落とし入れる。下から通して。マジで履きやすい。とにかく履きやすい。で、あのこのね、このソールの安心感ね。あとはなんかあのみんな知らなかったからなんかそのスニーカー何って言われるのがちょっと心地よかった。西村さんそういう白とかなんかあんまイメージないですけどいいっすね。これいいよね。一番間違いのないものを俺は選んだだけです。なるほど、はい、いいですね。でもこれでリブランディングという形で人生を旅しようって言ってあのビジネスだったり旅行だったり出張だったり全てあるんですが、国産の生地のウール100の素材を使ってまして、あのすごいセーターとは違う T シャツみたいな感じなんですけれども、あの本当に細い繊維を使っているので肌が弱い方でも全然チクチクがしないような繊維と、これも全然シワにならないので、まあ、本当にスーツケースに入れたままあの持ち運んでもちっちゃくもまとまりますし、まあ、それを伸ばしてもシワにならないっていうのですごいこう使い勝手にちょっとポケットにつけて出しちゃってみたい。セットアップであのシルエット違いでレギュラーフィットとワイドフィット、パンツの方は、はい、スリムからワイドまで足を使って作ってるんですけれども、でベストに関してはこの背中の部分とフロント部分に電熱シートを入れていて、今これモバイルバッテリーでつながってるんですけれど、すごっ、ここでスイッチ、やばっ、入れていただくと温まるんじゃない、ここの四角い部分、えぐ、ここもすでに触っていただく、光ってるため、かわいい、はい、ダンロップロゴがディーグしちゃう、ディーグの位置だ、あったか、はい、すごい、一応温度調整何回か押していただくと色が変わる、調整もできるんですね、はい、こちらスイッチ、えぐい、紫だ、色を選べる、はい、まあ、温度変化で高い温度から低い温度までという形であの調整ができるようになっております。あとはジャケットシリーズですね。あ、そうです、こちらあのモバイルバッテリーは全然普通に携帯電話とかで使われているものを何でも使えますので、すごい、結構長く使えます。これはいいですね。逆にこれ着て上を薄手のコートとかでも結構冬でも耐えれるので、こちらがジャケット類ですね。こちらもあのパッチポケットなどもうちょっとカジュアルにしてるんですけれども、
内側のポケットの仕様とかは共通にしていますので、寒い時期でもジャケット、アウター羽織らなくてもだいぶ暖かい趣味なので、こちらのシルエットはレギュラーとワイド、ちょっとポケットのパターンを変えてるんですけれども、こういった2パターンを展開しております。こちらもコート類と同様で、ポケットは内側に多数つけてまして、まあ、こちらも合わせてフロントにもポケット全部で10個かなポケットついてるので、もうカバンいらずで手掛けられるような形になっております。そこまでがセット、はい、今何色でしょうか。赤。あったかい。全部の種類の普通がスーツを着ないシーンというのも増えてきているというのもあって、こういったコートのスニーカーのようなセットアップに合わせられるものというのを今回作っております。西森さんが履いてるやつどれですか。これで。あ、色違い。一択でしょ。一番奥のは水はけがいいような作りになって、水に入れても排水できるようなコートに。トレラン用だ。防水の機能になってて、雨の日でも履けるようになってて、通気もするので、普段履いていても他の人だったら蒸れることが多いんですけれども通気性が良くて普段も履けますし、雨の日でも気にせず履けるような作りになってます。田原さんのがこれですね。これの色違いです、ね、多分これです。コートスニーカーは膝に優しく歩けるというので、クッション性のいいコートスニーカーになります。コートスニーカーって膝に優しいらしいですね。膝弱いから。そうなの結構疲れやすいものが多いとは思うんですけど、今回と同様にこういうコードの違うミッドソールを使用しているので、ウォーキングに適したような作りにはなります。じゃあ全部歩きやすいんですね。めっちゃ軽いですね。めちゃめちゃ軽い。かわいいね。バタバタして様です。お疲れ様です。じゃあこれで展示会の撮影も含めて終了ということで、また引き続きこういうなんか展示会とかあれば撮影密着させていただきますのでご連絡いただけたら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。